続いてはオートサロン2017イメージガールと A プラスキャンペーンガールで結成された A プラスの登場です。今年の A クラスは歴代で人気ナンバーワンの呼び声も高いそうです。楽しみですね。それでは登場してもらいましょう。 A クラス、
原井司です。ありがとうございます。今年も人気レースクイーンで結成された A クラスの皆さんなんですが、今年はなんと全員がレースクイーン大賞を受賞しているという本当にすごいメンバーなんですよね。おととしはめいかちゃん、そして昨年はかさちゃん、そして今年はあやちゃんとまちちゃんが見事受賞しました。さらに今年はまちちゃんがグランプリも受賞いたしました。おめでとうございます。すごいですね。さあ、こんなすごいメンバーで結成された A クラスの皆さんなんですが、この超難関とも言われている A クラスに選ばれた感想をお願いします。はい、こう歌とダンスをするということで緊張とかもあったんですけど、実際にこうレッスンが始まってみたら、このメンバーで支え合ったりとか、こうアドバイスし合ったりとかして、とても楽しい時間を過ごせて、こうしてみんなの前できちんとお披露目することができて、とても嬉しく思っています。はい、私はですね、今年で2年目になるんですけれども、本当にこのステージはすごく見渡しも良くて、すごく盛り上がって楽しいステージなので、今年は去年以上に精一杯盛り上げていければと思います。はい、私はですね、一応のレースクイーンのユニットの方で同じようにアイドル活動させてもらってたんですけど、A クラスの方がやっぱり EDM というかすごいかっこいい感じなので、すごく憧れていて、やっと念願の A クラスになれたので嬉しいです。人前でダンス踊ったことがなくて、練習では間違えずに踊れたりするんですけど、こうやってステージに立つとすごい緊張しちゃって震えちゃって、なんか間違えたりとかすごいしちゃうんですけど、もう自分なりにこの今日と明日の2日間完璧に踊れるように頑張りたいです。ありがとうございます。A クラスに選ばれた皆さんなんですが、先ほど披露していただいた曲のパフォーマンスも本当にキュートでかっこよかったんですが、なんか練習中とか苦労だった点、苦労した点とかありますか？はい、練習、1ヶ月ちょっとだけの期間の少ない時間だったんですけど、本当に自主練な、本当いっぱいしたんですけど、本当になんかみんなに追いつけなくて、メンバーにいっぱい教えてもらって、はい、頑張りました。大変でした、本当に大変です、今でも。はい、みんな裏でね、練習してすごいチームワークもバッチリな感じがしますね。そうなんですよね、本当にダンスのレベルもよりそれぞれなので、こう、ね、初めての子を頑張ってすごい練習してもらってアドバイスして、私たちもしっかり頑張らないとって言って、すごい本当練習期間短かったけど、それでね、4人の絆は深まったと思います。ですね、結構初めての子もいるから、割とシンプルな振り付けになってるんですけれども、例えばこういうアロハみたいな手をしてサビとかサビ振り付けしてるんですけど、よかったらぜひ皆さんにも一緒にアロハしてほしいなと思います。大変だったね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 。ダンスもそうなんですけど、こう歌を人前で歌うのも初めてだったので、レコーディングの時もすごい緊張しちゃって全然声が出てなくて、力を引いたらみんな聞こえないと思うから歌わない方がいいよってアドバイスをもらいました。次の日は申し訳なく編集さんにケーキを買って、ごめんなさい、これで頑張ってくださいってお願いして作っていただきました。そうなんですね。そしてその曲が今回このオートサロン2017の公式アルバムに収録されているんですよね。そうなんです。先ほど聴いていただいた Enjoy Love Happy Time という曲が、昨日から発売になったオートサロンオフィシャル CD の Revolution #13 に収録されています。さらに今回はもう1曲収録されているんですよね。はい、ですね、2014年の A クラスが歌ったジャンピンという曲はすごい未だにリスナーの方がすごいよく聴いてくださって人気の曲なので、今年も私たちカバーさせてもらってます。ジャンピンはこの後披露しますので、楽しみにしておいてください。楽しみですね。そしてその2曲が収録された CD がこのオートサロンの会場内で購入できるんですよね。はい、オールサロンの
APEX ブースでレボリューションシャープ13発売してますので、ぜひ皆さんゲットしてください。はい、そしてさらにその CD プラス、私たち、A クラス、そして APEX キャンペーンガールの皆さんとのコラボグッズなどもありますので、こちらお買い求めいただけますと握手会にも参加できたりしますので、ぜひぜひ合わせてよろしくお願いします。はい、さあ皆さん、今後すぐね、サンホールの APEX ブースぜひお立ち寄りいただきたいと思います。それでは最後になりますが、先ほどお話にも出ていましたもう一曲を披露していただきたいと思います。それでは皆さん準備をお願いいたします。はい、それでは参りましょう。 A クラスでジャンピン2017